皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はですね、ムジークさんから出ている、日本のドライバーですね、ちょっと検証していきたいと思うんですけども、まずですね、エクスパイアというクラブ、エクスパイア XR というクラブですね、こちらとターフライダーという青いドライバー、赤いドライバーという2本あるんですけども、このムジークさんから出ているドライバー、私もですね以前からちょっと気になってはいたんですけども、今回ちょっと実際にお借りして、打つことができるので、実際のところどうなのかというところちょっと説明をしていきたいと思います。こちらはエクスパイアの方はとにかくスライサー向けで、ボールが捕まりやすいクラブということで、ターフライダーの方はスイートスポットが広くてミスショットに強いというのが売りのターフライダーで、まあ、どちらもですね、結構優しい感じのクラブなのかなという印象です。こう見た感じですね、構えた感じ両方とも、非常に綺麗な顔をしています。どちらかというとこちらの方がフェイス面がピシッとしているような感じ、要はこちらですね、エクスパイアですね、赤い方のドライバーはピシッとしている感じ、右こちらのターフライダーの青い方は少しフックフェイスがありながらヘッドが大きく見えるような感じのヘッドの作りになっています。まあ、どちらも構えた感じ、あ、難しいなという印象はないクラブです。実際にですね、このムジークさんのドライバー、先ほどこの赤い方は打たせていただいたんですけども、非常に打ちやすかったです。もう一回ですね、今回ちょっと打っていきたいんですけども、その時にちょっと感想を一回打ってみてから、その場で感想を言ってみたいと思います。はい、実際に今打った感想なんですけども、あまりなんか吹き上がるような感じはしないドライバーです。実際にインパクトの感じも重い感じがして、高い音は出ないんですけども、吸い付く感じの、ヘッドのフェース面になっているなという感じです。で、実際に今ちょっとスライス目に打ってみたんですけども、まあほとんどまっすぐからちょっと軽くフェードして落ちていった感じです。風もちょっと左から右に来ているので、右に行きやすいのかなと思ったんですけども、捕まりやすいということで、あまり捕まえようとせずに振ってみました。まあまっすぐほとんど飛んでいます。やはりですね、このクラブ捕まりやすいなという印象です。だからここのこの部分が重さがついていて、ヒール側を重くしてトゥー側を軽くすることによって、ヘッドのターンを自然に行うような設計になっているようです。はい、実際にですね、こう構えた感じというのも、まっすぐの感覚がつかみやすいヘッドで、このように構えたらまっすぐ行くなっていう安心感は非常に、このヘッド感じ取れます。はい、実際に、距離に悩んでいたり、ボールが滑って右に行ってしまう方はこのクラブおすすめです。ただですね、ボールが左に行ってしまうという方はこのエクスパイアはちょっと向いていないかもしれません。ということで、続いてはターフライダーに打ってみたいと思います。はい、ターフライダーの説明です。ターフライダーですね、このような形で、デザインとしても非常にかっこよく作られています。で、このフェイス面の色がですね、黒くなっているので、こう構えた感じですね、フェイス面がこう出ているっていう感じがなく、まっすぐに構えやすいクラブです。少しですね、フェイス面の向きというのがフックフェイスにはなっているので、若干こうハンドファーストに構えながらフェイス面をスクエアに構えていくといいかなという印象です。で、実際にですね、このスイートエリアですねが広くなっているということで、こちらのクラブ打ってみたいと思います。はい、実際に今打ってみた感想なんですけども、打感非常に、打感いい形です。パチンと弾くような感じではないんですけども、吸い付くような感じ、まあエクスパイアよりも少し柔らかい打感かなというところです。はい、今実際に当たっているのがちょっと真ん中あたりに当たっているので、このクラブの良さがどうなのかなっていうところなので、一回ですね、芯を外してヒール側で打ってみたいと思います。その時にどう球が変わってくるのかちょっと検証していきましょう。
そうですね、実際にまあ直進性としてはまあ今ほとんど曲がっていなくフェアウェイ真ん中に行っているんですけども、今ですねちょっとヒールすぎるかな、このぐらいのラインに当たっています。まあ実際にでもこれで大きなスライス出なくて引っ掛けにもならなかったということで、まあスイートエリアというのが広がっているのかなという感じです。はい、実際にですね打ってみた感想なんですけども、打感が非常にいい、距離も飛んでいそうっていう感じでですね、まあスイートエリアが広がっている、ミート率が悪い方でもですねある程度距離が伸びてくるのではないかなというところです。これもいいクラブです。実際にこのターフライダーに関しては高反発からできているクラブで、高反発が作られて低反発モデルができたという流れがあるみたいです。実際に飛距離をですね求めて作られているクラブというところもちょっと魅力的だなという感じです。実際に高反発モデルもありますので、ちょっと後で軽く打ってみたいと思いますので、そちらでご紹介させていただきます。はい、実際に左側に行ったボールがエクスパイアで、右側のボールがターフライダーということで、実際に左側に、エクスパイアちょっと行ってしまったんですけども、まあ、捕まりがいいなという感じです。まあですね、その関心を掴んで、少しフェード気味に打っていけば、こちらも全然問題なく打てるいいクラブです。でこちらですね、ターフライダーに関してはまっすぐ来ています。距離に関してはですね、少しエクスパイアの方が左に行っている分飛んでいるのかなというのもありますし、まあ打った感触も良かったので、エクスパイアの方が距離は5ヤードぐらい出ています。はい、それではですね、実際にどれぐらい飛んでいるのか距離見ていきたいと思います。はい、ここで275ヤードぐらいになっています。はい、実際にここのボールはあそこに、279ヤード279ヤードになっています。はい、実際に打ってみた感想、距離を測ってみた感想なんですけども、距離は出ます。非常にいい形で非常に飛んでいるなという印象です。シャフトとか合わせていったらもっと飛びそうなクラブですので、楽しみです。はい、実際にエクスパイアに関しては非常に捕まりやすいということで左に行ってしまったんですけども、フックが出る方はですねあまりこのクラブは向いていないのかもしれません。スライスされる方は非常に向いているということで、ぜひおすすめしたいクラブです。飛距離も出ています。ターフライダーの方に関してはですね、芯を外してもまっすぐしっかりと飛んできているというのが魅力的です。で、まあ、距離もしっかりと出てきていて、アベレージ距離のアベレージでいうとエクスパイアよりもこのターフライダーの方が、平均飛距離としては伸びてくるのかなという感じです。はい、以上で検証した結果ということで、ムジークさんのドライバー非常にいいクラブです。ぜひですね興味がある方は試してみてください。